Let me be something you wanna keep your head. If I'm your girlfriend, I won't let go your hand. Yeah, at this point, 'cause you'll never see me. I'm better than you think of you. You're not very simple, you. どうも、みぞんこクラブの溝口です。今日の動画は、大クワガタの、オス3頭のボトル移動になります。多分これがラストボトルになるのかな。で、変えていくのは、心拍 ×TUA の 75mm のオスと心拍 F7 の 45mm のメスのシャッフル、それが2頭このね。で、これがね、純血の心拍 F8 ですね。うん、この3頭ボトルに移動させていく、行きつつ体重を測っていきたいと思います。それではね、じゃあ手前のこれから行ってみましょうか。これいるんだよ。うん、あんまり大きくないよね。よいしょ。手やったら楽かもしれない。よいしょ。うん、抵抗してね、潜ってってる一生懸命。こうなるとね、取りづらいんだよな。よいしょ。はい、出た。これオスかなって感じだよね。オスだとは思うんだけど、はい、あんまり大きくないです。もうね、菌糸食べてるからね、もう卵巣がね、三連だと逆に見づらいんだよね。多分オスだよね。はい、体重測定いってみましょう。はい、ゼロ17.4。 微妙だな。でも頭小さいんだよな。メスだとしたらね、ボトルがもったいない。 17.4。 どっちかなこれ。一応オス判定なんで1500に入れるけど微妙ですね。 17.4。前回 16.9 で 17.4 だから、もしかしたらメスかもしれない。はい、これで一投終了ですね。よいしょ。はい、一投終了。はい、次はこれ。これも同じ。16.3 だったんだよね、これも。これこそメスっぽいな。ちょっと、やばいな。ピース絶対ないことしたかな。よいしょ。よいしょ。結構菌糸がね、まだね、生きてるんですよ。
ね、今年はね、あのオリジナルの添加剤使ってやってるんだけど、品種のうちがね、品の配合した添加剤落ちがいいね。逆に本当掘り出すとき苦労しちゃうよ。まだ出てこない。まだこんなとこ踏ん張ってるよ。よいしょ。あ、もうどっちだろう。どっちかね、すっぽいな。うん。で、これね。これ。専用になりかけなのかな。はい、体重測ってみましょう。はい、14.8 だから、これメスだわ。メス、ああもったいねえな。でも800用意してないから、このまま入れちゃいます。はい、一杯入れ。しょうがない、このまま入れちゃう。まだ完全にロックかかってないから、多分これから用紙作って、うん、体重は落ちると思うけどね、さらに。はい、2投目。終了。2投目終了。写真が。3投目。1投ぐらい押すでいってほしいよね。はい、3投目。あ、これ押すだね。これはね、押すだよ。間違いなく。心拍ってご存知の通り、極太のレッド A の血統なんだけど、まずね、80ミリなんか出ねえから、75いけばいい感じ。はい、これ刺激すると自分のケツ噛みそうだよね。はい、それじゃあ、おっと、20.2、 あんまりでかくないね。よいしょ。うわ、20.2、 18.2 だったのが 20.2 だから若干アップだね。よし、3投目、じゃあ1投入れ。手つかむなよ。あ、これじゃねえや。これじゃねえ。あ、危ねえ、こっちだ。はい、1投入れ。もうちょっと大きくなってほしいな。 25g ぐらい心拍だったら。はい、どうだっけ。これでね、一応ね、オークアートの巣はね、まあ動画に上げて撮ってないやつも結構いるんだけど、一応全部巣はね、1500のボトルに全部3本目入れ替えてるんで、これで、ね、床まで持っていけるか、もう一本なのか微妙だけど、
ほとんどはこれでいっちゃうと思う。なので5月ぐらいかな、5月ぐらいにはオオクワガタの新生地のサイズ測定動画が上げられると思います。よし、大丈夫だろう、全部潜っていくよね。メス2頭か、 17.4 だもんな。メスだったらそこそこのサイズに出ると思うんだけど、オスだとやばいよね。3本終了。はい、それじゃあですね、どうにか生存確認と、まあ、全部一応、あ、違う、1頭は、1.5 ぐらい落ちちゃったのかな。ダイエットして、残りは少しずつね、上がっ、ダイエットじゃなくて増量してるんで、まあまあいいでしょう。はい、3本終了しました。本日の動画は以上です。次回はまだ決めてませんということで、決めてないけど、ご視聴よろしくお願いします。バイバイ。